今日はダンサーライブヒップホップサイドボリューム5に来ています。もう終盤戦に取り掛かっていて、今日も有名なすごいダンサーさんが集まっているので、早速中へ行ってみたいと思います。ダンサーライブで最大エントリーを誇る伝統ジャンル、国技館行きの席はあと2枚しか残されていない。会場の盛り上がりをよそり、やさぐれた男がここに一人。今日はどうでしたか？まあね、なんていうんですかね、まあ、番組 MC マー君は健闘むなしく1回戦敗退、残念。ということで敗者マー君も一緒にレポート。はい、ケントさんに来ていただきました。お疲れ様です。今日はどうですか？マー君も、1回戦の1番目の予選のサークルで俺と一緒だからってテンパんないように、これからも頑張って、マー君もね、言っちゃいましたね。間違いないですね、はい、一応ね、ダンスを習った先生なんですよね。あ、一応なんだ。いや、一応とかじゃなくて、ケントさんケントさんが放送で流しましょう。一応習ってるマー君、ケントさんが嫌がるからこんな、いい生、いい生、いい生、はい、いい生。いや、今日はちょっと一番多分最年少だと思うんですけど、ちょっとてっぺん取ります。おー、言った。もう気持ちよく踊るだけです。完全に完全に予選ベスト8以上にはポイントが発生、優勝すれば3万ポイントを手にできる。これがですね、最終予選ということで、ファイナリストが決まる戦いなんですよ。一番ね、燃え上がってたなと思ったのは美穂さん。美穂さん、マジョラムの、はい、ベスト8に入らなければ、ファイナリストにならない可能性もある戦いなんですね。その時のね、盛り上がり方が、はい、一番ね、テンションが上がってましたね。美穂さんでしょ、はい、あとはキャンドゥさんだったり、前の話キャンドゥさん、はい、キャンドゥさんね、はい、マジョラム、トモコさん、トモコさん、ね、こちらね、もう決定してるんですけど、これも決定しても出るんだよね。そうなんですよ、それが厄介です、まあ、熱いっちゃ熱いけどね、厄介っちゃ厄介だよね、はい。白熱の予選決勝は顔の表情も相当踊るキャンデー、その空気感半端なし。そして数多のポイントランカーを撃破してまたもここまで来た友子。溢れるような表情を分けてあげたい。まずはキャンデー、ガツガツとオンビートで踊る真のアンダーグラウンド、クリエイティブなダンス、現場のバトル大好きです。今年の予選は準優勝3回でポイントを積み、すでに両国ファイナルを決めている友子。抜群のボディコントロールでフロアを試合、同じチームマジョラムの美穂はこの日のベスト4でキャンドゥに敗れた。これは敵討ちでもある。勝ったのはトモコ、今季初の予選優勝。これで自信を持って両国ファイナルへ臨める。今日優勝、久しぶりの優勝というか、まあ念願の優勝の感想を。今日はこう自分どうなのみたいなのがあって出に来たから、自分勝ったみたいな自分に勝った的な、それがやっぱ嬉しい、うん。ファイナリストは昨年のチャンプケントにフランスのローレント、ベテランタクヤとおしゃれ番長トモコ、ギャル要注目のハンサムおさむに花のあるミホ、キャンドゥも滑り込み、残る一枠は本番前日に決定。